始まるよ。はい、どうも、サッカー経験の二刀流西浦修也です。今回はカープペナント2027年シーズンからやっていきたいと思います。で、まずカープの選手の成績2026年版見ていきましょう。そうですね、先発ちょっと床田が10勝してるんですが5点台、まあでも10勝当初がかなり多く出たっていうのはでかいでしょう。紅林、松本は盤石の、方程式となってます。で、打者がそうですね、ホームラン数が少しずつ増えてきたっていうのは収穫ではあります。ただ秋山がちょっとやっぱ年齢を重ねてきたので、この後釜となる選手たちが出てこないとちょっと厳しくなるかなと思います。で、縛りルールの一つ追加するのですが、契約更改の時に複数年契約を選択することができるのですが、それをしてしまうと FA での流出が減ってしまい、ちょっと難易度が簡単になってしまうので、複数年契約を禁止したいと思います。で、今までのルールは今まで通り、高卒のみ、5000万以下の外国人の獲得、 FA は引き止め不可、獲得不可、トレードも禁止というルールでまた引き続きやっていきたいと思います。ハムがファイター、ブリがドラゴンズが優勝、で CS このメンバーで挑みたいと思います。いやー、リーグ戦ももう少しでしたんのに、ベイスターズが日本一。タイトル見ていきましょう。うわー、高橋宏って言ったら山本由伸いるってどういうチームなんですかね。さあ、ついに架空選手が取りましたね、ホームランを。起動、若い最多勝は嬉しいですね。山本が来てるのに、これは伊勢65ホールドって何なんですかね。で、セリーグが、あ、パリーグですね、失礼いたしました。勝率低くないですか。この吉見もあれですね、架空選手ですかね。すごい選手が育ってきました。わあ、坂倉ファイターズ MVP 取りました。ベスト9は小園ベスト、中村翔輔、秋山と中村翔輔、MVP ゼロですね。だからカープの選手の成績振り返りましょう。栗林 0.18、 それで1点負けるっていうのもすごいですよね。若い16勝3敗ですかね、すごいですよね。フランスは72試合投げてます。野手ですね、小園3割打ちました。これは大きい収穫でしょう。中村28本、1、2番ホームラン打てるってのは大きいですよね。中村翔成がもう少しで打点が100でした。盗塁、盗塁数がちょっと少ない。
カープいないで平和なオシーズンを迎える。監督としてビッグボスを招聘しましょう。また広島で広島を盛り上げたいっていう、そういうことを言い出した世界戦のビッグボスです。選手を育成します。なかなかミルプルトンはちょっと厳しかった。3人切りたいんですが、誰切るか難しいですね。じゃあ切りましょう。でちょっとうぐさ切りますか。ちょっとここ交代したいんで、頑張ってるんですけどね。ちょっとここは切って若い選手育成していきたいと思います。ちょっと世代交代。外国人の野手ですかね。野手投手一人ずつ取りたいんで、ちょっと8人まで締めちゃう。白川と
手1名堀内山崎総一郎との村井さん、いや面白いトレードしますね。山崎総一郎オリジナル送りますよ。まずまずと決めるは特に誰も。ああ、この打者ですが、この高見沢
この選手はちょっと能力が高くなってきたんで、この選手を使っていきます。で、今回の動画は以上となります。来季今季ビッグボス監督になったので、まあ、少しそこ楽しみな部分であります。で、高見沢で新人を取るのがとりあえずの目標かなっていう感じです。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。終わり。